はい、こんにちは、ビアブです。今回は6月3日放送ステートオブプレイで発表された注目の新作を7本紹介します。最初に紹介するゲームはバイオハザード RE4、 ジャンルはサバイバルホラー。2005年に発売されたバイオハザード4のリメイク作品である本作、これまでのバイオ RE シリーズと同じくカプコンの次世代ゲームエンジン RE エンジンで開発され、公式サイトには原作の核を大切にしながらも現代のプレイフィールで再誕されると書かれています。私ビオルブも幼少期にバイオ4をプレイして、その進化した 3D アクションに驚かされました。敵がゾンビではなく寄生生物になったことにより、それまでのシリーズとは異なる恐怖体験を味わいましたね。しかし最も記憶にあるのはアシュリーのパンツ、段差から覗いた際のアシュリーがスカートを隠すリアクションに興奮しまくったことを強く覚えています。バイオハザード RE4、 2023年最も注目すべきゲームであることは間違いありません。次に紹介するゲームはストリートファイター6、ジャンルは対戦型格闘ゲーム。35年の歴史を持つ格闘ゲームの名作、ストリートファイターシリーズの最新作。本作も前述した RE エンジンで開発されており、キャラクターのビジュアルがスタイリッシュに進化しています。コマンド入力が苦手な人のために新たな操作体系、モダンタイプ操作が実装されるなど、新規プレイヤーの方に向けた取り組みもなされています。ビオネッタ2のディレクターが開発に携わるなど、ゲーム性の進化に期待できるストリートファイター6。ここ数年ヒット作を連発しているカプコン、バイオもストリートファイターも非常に期待できます。次に紹介するゲームはストレイ、ジャンルはアドベンチャー。フランスの新興ゲーム会社ブルートゥエルブスタディオが開発する本作。家族からはぐれ異世界に迷い込んだ1匹の野良猫、ロボットたちが暮らすこのサイバーシティから脱出するために野良猫は放浪します。本作はアパートの一室から2人チームでプロトタイプの開発がスタートし、その後資金調達に成功、現在は5人のチームになり開発が完了しました。 Steam のウィッシュリスト上位に来るなど非常に注目されているストレイ、このサイバーパンクの世界、日本人にも受けると思いますね。次に紹介するゲームはエターナイツ、ジャンルはアクション。恋愛ゲームと 3D アクションを融合させた異色のゲームである本作。アポカリプスを目前にした世界を舞台にモンスターに変えられた人間を元に戻すために主人公たちは奔走します。本作を開発するスタディオサイは、複数の国のクリエイターが完全リモートで集結したインディースタディオ。スタディオサイの創設者は2019年にペルソナ5をプレイし、会社を辞めてそれらにインスパイアされたゲーム開発を開始しましたと語っています。今回のステートオブプレイでひときわ目立っていたエターナイツ、今後も続報を発表していくとのことです。次に紹介するゲームはザ・カリストプロトコル、ジャンルは SF サバイバルホラー。2320年木星の死した衛星カリストを舞台に刑務所に服役する主人公は、謎の感染病が発生したカリストで生き残るために戦います。プレイステーション5の 3D オーディオ機能を最大限に活用するなど、プレイヤーに恐怖を与える仕組みを膨大に取り入れているとのこと。主人公ジェイコブ役を担当するジョシュ・テュアメルさんの演技にも注目です。次に紹介するゲームは Season A Letter to the Future、 ジャンルはアドベンチャー。20世紀半ば以降何も進化しなかった超現実的な世界を舞台に、主人公は一人ぼっちの自転車旅に出ます。文書や写真、さまざまな人物との出会いで世界が崩壊した原因、次なる崩壊の原因の答えが明かされます。その独自のアートスタイルに惹かれるシーズン、どういったストーリーが展開されるのか気になりますね。最後に紹介するゲームはファイナルファンタジー16、ジャンルはアクション RPG。 国民的 RPG ファイナルファンタジーシリーズの最新作です。2020年9月に開発が発表され、今回のステートオブプレイでは UI の表示された主人公のバトルアクションや召喚獣同士の激突を見ることができました。特にこの召喚獣の緻密なデザインと驚異的なグラフィックには、私ビオルブも驚かされました。嬉しいことに開発ディレクターは、開発状況は最初から最後まで通してプレイできるところまで来ましたと語っています。ゲーム性はもちろん、シンフォニックな BGM にも期待できるファイナルファンタジー16、再び FF 旋風を巻き起こすことは間違いありません。はい、というわけで今回はステートオブプレイ注目作を7本紹介しました。今後も注目の新作ゲームを紹介していくので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。